今日は2015年に卒産学プロ学科の2年生を卒業した河合さんが学校に遊びに来てくれました。今どこでどんな仕事してるんですか？今滋賀パレスホテルっていう滋賀高原のホテルで普段はフロントの仕事しています。それをしながら自然ガイドのツアーを作って来たお客さんに滋賀高原の自然の魅力を伝えています。冬はスノーシューガイドをやっています。はい、これからが忙しい時期ですか？今から林間学校がたくさん来ます。でその後お盆の時期にが一番繁忙期なのでたくさんお客さん来ます。じゃあ河合さんが、おすすめする滋賀高原のなんか自然の魅力とかこういうところがいいですよっていうのありますか？滋賀高原はホテルとかスキー場のイメージがすごく多いんですけれど、一歩山の中に入ると100年以上の原生林とか青くてすごく綺麗な大沼池などたくさん自然の魅力があります。高山植物いっぱい見れます。はい、ありがとうございます。次の動画に続きます、はい。